こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日はイヤイヤ期の話です。子供が何か要求をしてきた時にどこまで聞き入れるか、もしくは泣いてでも諦めさせるか、どの対応がいいのかなっていう話をしたいと思います。頑張らんで適当で、チャンネル登録よろしくね。はい、ではいただいている質問を読みたいと思います。ユミさん、ありがとうございます。子育ては本当に悩むことが多くて、こんな風に相談できる場所があることがありがたいです。ありがとうございます、こちらこそ。はい、現在1歳10ヶ月の女の子のママです。だんだんとできることも増え、自己主張もできてきて、いやいや言っております。これは嫌、あれが欲しい、そう言われて危なくないことであれば、過去他のことに関心を移すことをしたりしながら引き入れられることが多かったのですが、要求はだんだんどんどん多岐にわたってきますよね。夜中のテレビ、お菓子、家での YouTube、 それぞれの状況もありますし、ダメで諦めることもありますが、主張を続けることはできるだけ一度はやらせて自分で終わりに持っていけるようにしています。そうでないとただひたすら泣き続けるからなんですが、先日公園に遊びに行った時にパン屋に行きたがり、財布もお菓子も持ってきてなくて、他に興味を移すこともできず、家に帰るまでひたすら暴れまくる娘を抱えて帰ってきてから、本当にこの今のやり方で合ってるのかわからなくなってきてしまいました。親戚などからはダメだと決めたことは泣いても諦めるまで聞き入れるな、そうでないとこれからどんどんわがままになると言われたりもして、久子さんのお考えや実践されてきたことをお聞きできたら嬉しいです。はい、難しいとこですねこれね。ほんまに子供って泣きわめいて、もう泣き続けて、もうなんか吐くんちゃうかって、もう汗だくなるまで泣き続けますよね。あの体力はもう尊敬するわって思いますけどね。すごいですよね、イヤイヤ期の子供たちってね。でこれもね、きっとね答えはないんですよね。何が正しくて何が正解で何が不正解ではないので、これも私がやってきたことっていう参考程度の話で聞いてもらったらいいかなとは思うんですけども、もうそうね、昔はやっぱり一回は子供の要求を聞き入れようと思って、とことんこう子供に向かい合って、どうしたいの、ああしたいの、こうしたいの、どうなのみたいなのを一生懸命ね外でもやったりとかしてね、時間かけてやっとったんですけどね、だんだん面倒くさくなってきてね、そんなんやってたらもう時間足りひんしさ。もうなんかどうやろう、6人目ぐらいからかな、もうあの泣いてても、もうそのままもう泣いときって言うて、あの私は私の道を行くようにしてますね今はね。あのちょうど2歳の女の子やったんですけどね、あの冬やったんですけども、その時ね、で帰るのにあのバブバブの中あったかいから半袖で遊び回ってたんですよ。でも帰るからって言って、ママがジャンパーを着なさいと、靴下とジャンパーを着なさいって言ってんけど、その2歳の子はバブバブの中があったかいもんだから外は寒いからってなんか言っても理解してくれへんくて、あの上着キーヒーンって言って、靴下履かへんって言って大騒動になって、でママ帰りたいから、もう履いてよ頼むわ、もう外寒いからとか言って、もうなんか2歳と30歳が大喧嘩してるわけですよ。でもそんな私やったら、もう寒かろうとなんだろうと、もう大きい日に言うてんねんから、もうええわって言って、ほんなら寒いで、寒いからな、ほんなもう行くで、知らんでって言って、私やったらもう連れて行くねんけど、まあ、そのままはね、そっからね1時間2時間とジャンパー着なさい、靴下履きなさい、いやいや履かへん、キーヒンっていうのを結局2時間ぐらい同じことずっとバブバブで繰り返して、でお昼ご飯でお腹空いたから帰ろう言ってたのに、私ふって時計見たらもう2時や、えまだやってんのその話っていう感じでね、びっくりしたと同時にすごいなママって思ったんやけども、これかって別にあの悪いことやと思いませんよ。それだけ子供にこう向き合ってあげて、子供を説得していくっていう、その子育ての仕方って何にも悪いことやと思わないんですけどね。だけどそんなんやってたら、ほらお昼ご飯できひんかったでしょ。で家帰ってもうお昼のする時間もなく、洗濯物取り入れてとかいう時間になってくるよこれ。で晩ご飯にも影響するよ、言うてるうちにパパ帰ってくるよとかなってくるから、もうねママのそのしないといけないことっていうのは、私子供のためにそれであのずらす必要ないと思うんですよね。もう家帰ってお昼ご飯をする、ママの中でそれが決まっているのであれば、子供がどんなにわめいても泣いても小脇に抱えて帰ったらいいやん、うん、だから世間ではね、それでこううわーってなってる子供をこう小脇に抱えて走ってるお母さん見たら、世間はいやあんた泣いてんのにかわいそうにっていう目を向けられたりとかね、たまにはそういう声が聞こえてきたりもしますよ。もしくは
なんか哀れそうな、あ大変そうやな、お母さん頑張ってみたいなね、なんか哀れまれてるわみたいな、なんかそんな目とかもあったりするんやけど、そんなん気にしててもしゃあないからね、もうあの私は家に帰ってお昼ご飯をするっていうのを決めたら、もうそれはあのずらす必要がなくって、もう小脇に抱えて子供をもう泣きわめてるのを連れて帰ったらいいと思うんですよね。一つのことを理解できるまで説得するというのも一つのすごくいい子育ての方法やとは思うんですけどね。でも1歳10ヶ月や2歳児にですね、そのわーってパニックになってる子供に冷静にそのママがこれはこうでこうでこうだからこうしないといけないのよっていうのに聞く耳を持ってくれる年齢やったらいいですよ。でもそれもできひん年齢の子にそれを一生懸命やろうとしたところで結局ママが疲れるだけでしょ。やったらね、子供なんてね、その嫌やったことはあるんですよ。もちろんね、そのパン屋さんに行きたい、パン買ってほしいっていうその一つの、 あの機嫌を害する理由はあったんやけども、そんなにそれをしつこく、大人のママなんかね、ほっとしつこいですよね。一つね、なんか嫌なことあったら、それも1週間経っても、1年経っても、2年経っても、それをぐっち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 パパに、いつの話やねんみたいなのをまだ言うたりするんですけどね、大人の女性は。子供はそんなんちゃいますからね、その場で嫌だ、こうしてほしい、こうなんだみたいなのがあったとしても、もう他にふっと興味があることがあったら、もうそっちにふって気持ち向いて、そのパン買ってほしかったことなんかどっか行っちゃうわけですよ。でそういうことがあるからね、だから泣きわめく、その思いを叶えるまで泣きわめくのかもしれへんけど、あの思い切ってそこから環境変えて、パン屋が見えへん状況のところに連れて行けば、それで気分は治るしさ、お財布も持ってへんやったら、そのまま公園連れて行って遊ぶ遊具見せてあげたら、それでふっと機嫌治るかもしれへんし、環境をゴロッと変えてあげるっていうことをやれば、子供っていとも簡単にふってそっちに気分いって、パンのことなんか忘れますよ。でその時に限ってもお財布持ってへんかって、お菓子持ってへんかったっていうのも、これも爪が甘いね。あのパンは買わへんって決めていったんやったら、財布は持ってへんかってもいいと思うけど、そこでこう子供の機嫌がゴロッと治るような、そういうツール、だそこで YouTube でも私いいと思うのよね。で YouTube 見せることで、そのパン欲しかったっていうことがスポンと抜けてしまって、そっちに集中して家に帰れるんやったら、こんなええもの今あんねんから、スマホが、それ器用に上手に使わへんかったらもったいないじゃないですか。何にこだわってんの。そんなん見せすぎたら世間体がとか、それに依存症になったら困るからとか、それはだからずっとそれがなくてもいい状況のところでそれに重りをさせたらあかんかもしれへんよね。でもそれを上手に使うことで、ママが楽に時間を回せたり、子どもの機嫌がポッと他に気持ちが向くんやったら、うまいこと使わへんかったらもったいないじゃないですか。お金持ってへんでも、お菓子も持ってなくてもスマホはあったでしょ。使ったらいいやん。人が何と言おうと、自転車乗せながら、いやあのお母さんスマホ見せてはるわって言われるかもしれませんよ。その世間一般的にはスマホは最低限にしましょうとか、ね、で大々的にこうポスターとかにもなってるぐらいやからね。それは子育て論から言うたらダメなママのやることなんかもしれへんけどね。便利に過ごたらいいじゃないですか。だってスマホがなかった時代なんかどうやったかって言ったら、あの NHK のテレ、あの子供番組、幼児番組、あの朝の忙しい時間にやってるよね。7時ぐらいからさ、だいたい8時半9時ぐらいまでのママが一番バタバタ忙しい時間に、あの幼児番組ってやってるよね。で再放送が必ずあって、夕方の晩ご飯の支度したりとか、洗濯物取り入れたりとか、上の子が帰ってきたり、バタバタしてるそのママが忙しくて家事に集中しなあかん時間帯に、あの番組って再放送でやってるよね。あれってなんでやろうね。ママが楽に子育てできるためにこれにおもりさすときやっていう NHK の、 あの思いなんじゃないですか。上手に使ったらいいじゃないですか。一日中テレビ見せてるんやったらあかんけど、でそのテレビっていうものが今はこのスマホ YouTube に入れ替わってるだけっていうことであって、そのママがやらないといけないことがある、あのこうしたいっていう時は、そういうツールがあるんやったら、それを器用にうまいことことがパッパッと進むように仕向けていったらいいんですよ。そこに後ろめたさとかね、母親として失格やとか、何と戦ってんの。そんなことで子供おかしいことにはなりませんわ。上手に使ったらいいねん。お菓子であっても、スマホであっても、もうあのお財布お金持ってても、パン買いたくなかったけどもううるさいからもう買っとこうか、それはそれでええと思うねん。もしくはもう泣かすっていうこともできるようにならないから、環境変えたらほんまに危険パンって変わるからね。物に頼らなくてもいけちゃったりするんですよ、簡単に。で私昔あったな、4人目の時ですね、あれね、あのまあいやいや気が激しかったんですよ。で道端でうわーってなって、家帰りたくなかったよ彼はね。でうわーってなってね、そこで道路で地段だ踏み出してね、寝転んで地段だ踏み出して、うわおもろいなー
と思って、これどこまでやるんかちょっと一回見とったろうって意地悪してこうやって見とったんですよね。ほんならね、彼はね、あのね、切れてね、私の顔をチラチラ見ながらね、どこまでやったらこの母親は僕に注目するだろうか、言うことを聞くだろうかっていうのを試してきよってね。ほんでね、まずね、靴脱ぎよってね、そう靴をね、バーンバーン投げて、まず。ほんで、お、靴脱いだ。私こうやって見とって、4人目やがもうゆとりやな。靴下脱いで、まだね、向こうともうあっちにバーンバーンって投げるね。ほんでね、お、今度靴下脱いで、はぁ、次はどうやって、今度服脱ぎ出して、服投げたわ。ほんで最後 あのね、ズボン脱いでね、ズボンも投げたのね。ほんでね、おむつ一丁になってね、それで道路でね、地団だ踏んでね、うわーって泣いてたんですよ。うーわ、おもろーと思ってニヤニヤしながら見てたらね、道行く人がね、おむつ一丁になってる子供が道路で泣いてて、それをニヤニヤしながら見てる母親、ちょっと怪しいですよね。ちょっとこの、え、大丈夫みたいな目を向けられたことにふっと気づいて、あ、はい、すいませんって言って、その、あの、パンイチ、おむつ一丁の息子を私抱えて、すいませんって言って、で、あの、小脇に抱えて走って逃げたっていうことがあったね。で、自転車も乗らへんで、こう、ビーンってなってね、自転車乗ってくれへん時とかもあるんですよ。そういう時はもう自転車そこに置いて、もう行ったらええねん、もう。そう、自転車乗って帰らなあかんっていう先入観も捨てましょう。あと大変かもしれんよ、自転車だけ取りに行かなあかんから、また。っていうことはあるけど、そこはもう臨機応変、もう自転車乗ってくれへん、こう乗ってよとか言って無理やりやったらもう事故につながるからね、もうこれ乗らんわと思ったらもう諦めて、でも抱えて環境を変えるっていうことをやったらいいんですよ。それぐらい、あの、うまいこと子育てやっていきましょう。こんな子育てでこの方法で合ってるんかなってね、悩んではるけど、ママはね、もう合ってるも間違ってるもないからね。その都度その都度自分のやりたいことは全うする。そこにこう子供のために時間をかけて2時間も説得してジャンパー着てって言う必要ないわけですよ、うん、器用にやりましょう。はい、これがイヤイヤ期の対応の仕方でございます。合ってるとか間違ってるとかそんなありませんからね。それを考える時点で違う。はい、12人目妊娠中助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。イヤイヤ期の子供ってね、あのね、あのね、彼女がね、彼氏にね、もう別れるって言ってね、ブワーって走っていってね、後から彼氏がきっと追いかけてきてくれるに違いないと思って走っていったのに、あれ来てない、あ、やらかした私っていうのと同じです、イヤイヤ期の子供